はい、ではですね、今日もですね、風来の救助の方をね、していきたいなと思います。35はちょっと、時間かかるんですよね。1時間半ぐらいかかっちゃいそうな気がするんで、2時間ぐらいかかっちゃいそうなんで、19だったら25とかそのぐらいのやつやっても変わらないんですよね。セブンさん助けてみますか。闇お味戦車っていうね、セブンさん助けてみましょう。これだと1時間ぐらいかな。23だとね、草稼ぎとかをしないとならないのでね。セブンさんの救助行きたいなと思います。23回ですね。ちょっと頑張っていきます。キッチンタイマーの方ですね、セットします。さあ、どんないいアイテム を持って帰りたくてやってるのかね、みんなでね、確かめていきましょう。まずアイテム8個ですね。8個探していきまーす。3、4、縦は OK ですね。縦はもう最後までの縦が揃ってますね。これで。まず4、5、6。7、8ですね。本当に8個なのかっていうね、方もいるかと思いますので、一応今回はね、裏はちゃんとちょっと回っていますけれども。はい、ということでね、8個しかないんですよね。じゃあちょっと、全部使っちゃいましょう。物に読める。あ、幸せだったってことですね。識別だったんですね。じゃあ今のやつはね。お、これいいんじゃないんですか、魔物部屋。1F で魔物部屋弾けるって結構美味しいですよ。いいアイテム補充に なってくれますね。で、幸せの腕輪なので、経験値もね、入りますので。お、いい席、セット揃いましたね。あ、昼の盾もありますね。これ昼の盾が欲しかった。あ、でもこれって昼の盾ってあれですもんね。魔物部屋で出たので、アイテムは固定じゃないですもんね。バナチェックしたんですけどね、踏んじゃいましたね。ちびけいらないですね。
で、装備外しの罠があるんで、装備識別し、ね、しちゃいましょう。ヒルダネで行きますか。あ、識別の巻物来ましたね、待ってね。なんか四角がなんかいっぱいありますね。四角が1、2、4個もありますね。なんなんでしょうかね、このやつね。識別しちゃいましょうか。あー、合成の壺がいっぱいですね。合成の壺。じゃあロバー読んじゃいます。予防でしたね。だからあとはサンゴ、幸せでいいですね。いびつの中にちょっと入れて、これは変異。あとは、あ、都合変化とあれしか出てないんですね。ちびきいらないですね。トラ。あとなんかいらないもの。まあ、次のフロア行きますか。行きますか。ああ、ゲイズの盾もあるんじゃいいですね。あ、おにぎり、来た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 。したらなんかもう合成しちゃっていいような感じしますね、これね。あと一個盾があれば、無駄なく全部ね、使いこなせる、使い切れるんで。技いらないですね。
あ、持たなかったですね、目つぶしね。場所替え。大怒り。レグランにするとはちょっとなかったですね。土2個目なんで飲みます。消しもらっときましょう。合成の壺いっぱいあるんで、この中に入れときますか。特攻系なのでね。あとは、成長とかは別に入れる必要ないですね。成長を食っちゃいましょう。物に読める識別はもう出てるので、スカイセンパッティング読みますか。お払い。分譲色は9と夏を入れてみますか。9と押せる。押してみます。ふい。あー、これのためのお払いだったんですね、さっきのやつね。この中入れちゃいましょうか。腕は重要なのでね。そろそろ食料欲しいですね。
鈍足ですね。なんか入れてみますか。鈍足いらないんで、鈍足入れてみましょう。ただ角とかなんかすんなような感じですね。黄色。飲んじゃいますか。あ。合成しちゃいます。あ、またモンハウですね。まあ、美味しいです。体の中にちょっと入れてみますか、武器。識別ですね。いいですね。そしたら草入れちゃいましょうか。冷や汗目薬。悪くないですね。鉄の矢一本欲しいね。いや、武器を今合成しちゃうのはもったいないよね、まだね。
まず、レンゲの中に種入れときますか。石。これの中に入れるのもったいないしね。合成の、この、ドッケシタイトルの中にこれ入れちゃいましょう。あ、食料来ましたね。ちょうどキッチンタイマーになりましたんで、このフロアで一回ね、下るときにね、一回ドアの方止めます。